廃妃と長妃様のお出ましだぜ。うまい用心棒の話があると聞いてきてみりゃ、他の野郎に取られた後だったとはな。まったく大した無駄足だったぜ。長妃、あざなは欲得。燕の国であった雄州卓郡出身であることから燕妃と長妃と名乗る。豪放磊落な生っ粋の戦士で、その猛勇に並ぶものはない。だが今はその腕を生かす場もなく、ただ放浪を続けていた。くそ、どっか酒屋でもねえか、思いっきり飲んでやら。何の騒ぎだいこりゃ。ああ、太子様が義勇兵を集めてるってよ。公金つったか、例の奴らがここいらにも来るってよ。へえ、そりゃおっかねえな。へえ、義勇兵を募ってんのか。当てが外れて暇になっちまったしな。公金退治で暴れるのも悪くねえか。おう、おめえ何やってんだ。私、そんなに怯えなくても立って食いやしねえよ。キョロキョロあたりを見回してたが、もしかして道に迷ったのか。連れて行ってやりてえのは山々だがよ、俺も居候であんまりこのあたりに明るくねえんだ。悪いな。大丈夫です、ありがとうございます。私、町に出るのが初めてで、人が大勢いるのに驚いてしまったんです。は、初めてだ。おめえどんな生活してんだよ。どんなと言われましても、ずっと家の中で過ごしています。外は危ないので出てはいけないと言われて、でもどうしても一度自分の目で見てみたかったんです。はぁ、おめえいいとこのお嬢様なんだな。家のやつの言う通り、外は危ねえことだらけだ。散歩はその辺にして、さっさと帰るこった。はい、ありがとうございます。見た目は少し怖いけれど優しい方。あ、お名前を伺い忘れてました。いつかまた会えるでしょうか。おめえ巨匠にいた箱入り娘じゃねえか。なんでここにいるんだよ。あ、こんにちは。よかった、やっと会えました。どうしてもあの時のお礼が言いたくて、ずっとあなたを探していたんです。礼だ。俺がおめえに何かしたか。初めての町で右も左もわからない私に優しく声をかけてくださいました。あの時初めて外に出てとても怖かったんです。だから本当に嬉しくてほっとして。それだけで俺を追っかけてここまで来たってのか。まったく呆れたお嬢様だぜ。だがそういうひたむきさは嫌いじゃねえぜ。おめえなかなか面白いやつやねえか。面白い？私がですか？そんなこと初めて言われました。本当に何でもかんでも初めてなんだな。まあいいけどよ、気が済んだんなら早いとこ巨匠へ戻りな。家の奴らが心配してるだろうしよ。はい、でもまだ一人で帰るのはちょっと不安で。上海に来た時は知っている人についてきたので大丈夫だったのですが。ったく仕方ねえな。俺の手が空いたら送っていってやら。それまでここを出るんじゃねえぞ。本当ですか、ありがとうございます。あなたはやっぱりとても優しい方なんですね。よせ。
優しいなんざ言われ慣れてねえんだ。照れるじゃねえか。ここでもまたおめえに会うとはな。俺たちについてきちまったのか。ずっと思ってたんだがよ、一体おめえは何者なんだ。私は加工機と申します。曹操様に仕える加工園の名にあたります。なんだと。俺たちにつきまとって監視してやがったのか。 いえそんなつもりはありません。私はただ。もう十分外を見て気は済んだだろう。とっとと巨匠へ戻りな。戻りたくありません。巨匠に戻ったらもう家から出られないでしょう。あなたにも二度と。俺たちは曹操に助手を叩き出されたんだ。俺はともかく他の奴らがおめえを見たらどう思うよ。それはお嬢様はお嬢様らしく都でおとなしく暮らしてな。まあ最後に無事な姿が見られてよかったぜ。待って来るんじゃねえ。次顔見せたら承知しねえぞ。言ったはずだぜ、次に見かけたら承知しねえってな。分かっています。でもどうしても気持ちを伝えたくて。私が皆さんについて行ったのは外の世界を見たかったからというのもあります。でも一番の理由は違うんです。ただ張飛様と一緒にいたくて、離れたくなかったから。おいおい、おめえ気は確かか。俺なんかのどこがよくて。どこってそんなの選べません。とってもかっこよくて優しくて、もじゃもじゃのおひげがかわいくて、全部素敵です。バカ野郎、急に何言ってんだおめえは。しかも優にこと書いてかわいいだ。ごめんなさい、でも本当にそう思うんです。箱入りお嬢様かと思いきや変な娘だぜ。俺なんかがいいなんてよ。俺と一緒になったらきっと大変な目にばかり合わせちまうだろうぜ。後悔したって知らねえからな。じゃあ何言ったってついてくるんだ。近くに置いとく方が仕方ねえだろ。張飛様嬉しいです。ふつつかものですがよろしくお願いいたします。おう、俺の方こそよろしく頼むぜ。張飛の豪遊によって漢中は守られた。この戦で魏の猛攻を退けた蜀は国としての自信を得る。劉備は皆に押され漢中王となった。その祝いの席に張飛ももちろん参加していた。兄であり長年の仲間である劉備が王となる。それは張飛にとっては悲願と言ってもよかった。だが彼の胸には言いようのない寂しさがあった。酔っ払いが兄者の邪魔しちゃいけねえな。こんなところで寝ていたら風邪をひくぞ。兄者のおっしゃる通り、
返せよ、翼徳。なんで兄者たち、宴はどうした？気づいたら翼徳がいないのでな、軍長と共に探しに来たんだ。兄者我らがこうして三人きりで会うこともめったになくなった。ここは一つ登園の再現としよう。我ら義にて結ばれた三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん、銀の世を目指して。おー